話しかけないでくれ。そんな目で見るな。何です？え？なんだ？してくれ、クソ。かくれんぼはおしまいだ。
気軽に話しかけないでくれ。どうも。NCPD 業務委託者に通達。ロス通りおよびシップヤード通り周辺において組織犯罪活動の報告あり、犯行グループはイエレーナ・シドロワ率いるスカベンジャーら、ホームレスへの暴行容疑多数、武装している可能性が高い。脅威を無力化した者にはナイトシティより報酬が支払われる。君、さあそこの君だ。理想の暮らしを楽しんでるかい？きっと現実はシケたトイチップスに臭い水。グレネードの破片が太ももを貫通したんだ。俺は吹き飛ばされた。というと？いわゆる即席爆弾ってやつでだよ。俺たちが ICU を出たところで連中が現れたんだ。企業のためにカメラを回してさ。無理やりテレビ番組に連れてかれて台本を読まされた。退役を思い合ってるってアピールするためにな。企業の務めという番組ですね。ああそうさ、最上級のインプラントや技術を提供された。役員会のお偉いさんまで出てきて。撮影が済むとあなたたちにはもう構いなし。ああそうだ。しかももらったインプラントまで返却させられた。こんな第一世代のポンコツと交換しろってな。汚い連中だ。何もかも奪われた。これじゃ俺たちはまるで。ええ、わかりますよ。
わなきゃ撃つぞ。コーポじゃない。私はビレジーナに頼まれてきた。レジーナだと？クソくらえと伝えろ。もう知ってるでしょうけど、あんたに死刑執行令が出てる。そうだな。それを知ったレジーナがあんたを助けようとしてる。助ける？助けが必要なのは向こうだ。彼女は俺が知る最高のジャーナリストだった。憧れの的さ。それが今やあのざまだ。俺は信念を曲げない。絶対にな。レジーナに憧れてたの？俺だけじゃない。彼女はナイトシティで一番の戦場リポーターだ。でも今はフィクサーよ。ああ、魂を売っちまったのさ。昔は違った。メディアには何かを変える力があったんだ。俺たちは悪党どもの動きを細かく追ってた。なのに今じゃホルドとアラサカの関係を暴いても誰一人気にしない。ほら行くよ。バカな真似を続けたって何も変わらない。逃げたって変わらないだろう。お前の助けはいらない。そんな態度をしてるのはレジーナの鼻を明かしたいから。お前には分からないさ。真実を知りたいんでしょ？だったら今のレジーナがどんなやつで何のために戦ってるか直接会って確かめたらどう？少なくとも彼女はそれを求めてる。マックス。話をしよう。だがそれだけだ。それで十分。分かった。いくつかダウンロードしておくものがある。お好きにどうぞ。
転手付きか。次は何だ。シャンパンと合成ハマキが出てくるのか。ボタボタするな。行くぞ。じゃあね、マックス。うん、またな。助かったわ。あの頑固者を説得できてよかった。あとは私に任せて。仕事はこれで終了よ。どうかした？最低の毎日ね。何なんだよ。
姉ちゃんどこ行ったのかな。ゾンビ系のアポカリプスもの。退屈で死にそうだな。空っぽの部屋を守れって命令だな。おい、
静かにやれ言うたやろ。神社で騒ぎがあったって町中に広まってしもたやないか。エマした分報酬は減らすで。ほなな。その答えを知りたい奴はリチャード・サンチェスの新刊。この辺りを調べてみる。総員応答せよ。攻撃を開始する。Thank you.
そこにいるつもりか。
奴はヘマしやがった。お前が肩の…¡Tampoco me caes bien! Thank you.
ケイチンガロス、なんだってのよ。なぜ車が必要なの？シックなデザインがたまらないだろう。ちゃんと答えて。宗教を守ってるのは誰だ？ミリテクでしょ。なあ、そういうことさ。気は確かなの？一人でバレンティーノズと取引するなんて。俺一人じゃなかった。何があったのよ。あの連中にはめられたのさ。それだけのこと。バレンティーノスめ、一体何を期待してたの？もうどうだっていい。俺は姿を消す。こんな街クソくらい。
感謝している。ご苦労だったな。ジャンクフード臭いぞ。木を食べてみたいと思ったことはありませんか？どうした？で作られたムーンチーを味わってみよう。